おめでとう。君は無事成人の日を迎えることができた。だがこのままではいかん。君たちの命は戦場に散ってこそ輝くのだから。何の真似だ、クリス軍務長。ブレイドをお納めください、執政官殿。貴様、この者の輝きを奪うつもりか。命を奪う必要はないと申しているのです。黒煙まであと少し。彼の輝きは彼自身が誰よりも知っている。あなたの行為では輝かない、決して。貴様、良いではありませんか、ブイ。M、なぜここに。その時が訪れた者には相応の姿を与えてはいかがですか。何よバカな。それでは命の輪に帰らぬではないか。Z も望んでいることです。 Z が、そんなはずは。承知した、貴殿の好きにするがいい。私に送らせてください。いい調べだね、クリスのオリジナル。まあそんなとこかな。俺も取り入れようかな。ノアにはノアの調べがある。あれはとてもいいよ、とても素敵だ。本当に？前のコロニーで覚えた楽譜を少し変えただけだけど。大事なのは楽譜じゃない、調べに乗せる思いさ。思い？乗せれば届くんだ。姿なき者たち、女王の目覚めに呼応するか。ついの剣。あの日世界に散ったオリジンの残滓、まだ残っていたとはな。あれはもはや流れの外のもの、我々に御す術はありません。赴くか。
いえ、その必要はないでしょう。彼の方から来る。必ず私に思いを届けに。ここはキャッスルの中じゃないね。この位置ってガーディン防衛基地。防衛基地って後方のキャッスルを守る要衝。新兵の訓練なんかもここで行われるんだ。よかった。またあそこに戻るのかって少し不安だったんだ。とはいえ場所が場所だ。正面から乗り込めば戦闘は避けられない。まずは近くまで行って様子を見よう。